いや、そうっす、ガキラスだ。おっす、おっす。はい、ガキラスです。回遊装備をね、連続して何本も出していたガキラスではありましたが、ちょっと一回飽きちゃったんで、ため撮りしてるんですけど、一回飽きちゃったんで、回遊装備じゃないものも紹介する、しようと思って、今回こんなの出してきた。でりー、これはいいでしょう。いいものだと思いますよ。これは相当 HDM 壮絶だと思うんだけど、 HDM 壮絶の、ウルトラマン A タイプの、しかも平成バージョンっていうね、いやー、今回はね、これをね紹介したいと思うんだよね。僕今日ね、うちの中から発掘してきたんだ。この A タイプのウルトラマンをね、再現度クソ高いと思って、見てください、このなんとも言えない、このポージング。ねえ。見事に、ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟に出てきた、あの、ウルトラマン A タイプの再現してるよね。20年前の月面での戦いで、ウルトラマンが見せた、あの、このポーズに、ものすごくそっくり。そして、露骨に作った、シワシワの、感じ。若干、無理やり作った感のある、ね、ウルトラマン A タイプのこのフェイス。ね、偶然の産物でできたシワシワ感じゃないよね、みたいな。そういう感じのがありますけど、平成版 A タイプは。そんな感じの顔がね、見事に再現されている。素晴らしいですね。この再現度は素晴らしいと思います、ぶっちゃけ。いやー、ユーキラーザウルスをね、ぜひとも置きたいんだけど、僕、ユーキラーザウルス持ってない。持ってない。残念ですね。まあ、なんだかんだ言ってかっこいいんだけどね。なんだかんだこう言ってかっこいいんですけど。シューッ。はい、ということで今回はね、HDM 壮絶、ウルトラマン A タイプをご紹介いたしました。ついにカメラの充電がね、ないということで、今日のタメ撮りはね、ここまでということでね、以上、ガキラスでした。また、なんか面白いものをうちの中から発掘して紹介します。じゃあね、ご視聴ありがとうございました。Twitter では動画の最新情報などをつぶやいております。チャンネル登録、コメントなどもお待ちしております。ということで以上で、ガキラスチャンネルでした。バイバーイ。